はい始まりました本日もねあの東京都知事立候補者同士のトークライブ対談をね行っていきます今日はですね上洛宗幸議員とコラボ対談ですイエーイおはようございます,います <laughs> 議員じゃないですけどねまだ一般人なんですが<と>私ですねアゲアゲで楽しいと書きまして上洛宗幸と。 申します。よろしくお願いします。はい、ます沢さん、今日は、あの、ありがとうございます。お呼びいただいて、はい。えー、っとね、現役の織田信長こと、沢重美です。いえす。ね、この、昨日ね、あの、二人が運命の出会いを果たしまして。え <laughs>、ね、あの、楽屋があるんですよ。あれ、昨日はニコニコ生テレビのあれですよね。あの、制作発表会みたいなのね。はい 8分間ということで、なんかもうちょっとね、あったら話すたのにななんて思って、その部屋に入った時に、この常クさんがいらっしゃって、あ見たことある人がいるみたいな感じでね、あのー、でしかも私の前に、あのー、発表が終わっててね、発表終わった後のこの、あみたいなその動画を見ながらね、あのー、えね反省会みたいなのをやってて、ね、その時のね、仲間たちと話してるエネルギーがめちゃくちゃ高かったんですよ、人間性はですね。 あのそういう裏そのねあのステージに立ってる時じゃなくてステージから降りてた時とかにね出ますんでねあこの方ねライブしたい平らしたいなって思ってね申し込んだらなんと OK をしてくれたんですあの時どうだったんですかあの時は。いやもう逆ですよなんか澤茂美さんを前,、ね、前のニコニコでね あのやってましたもんね、あのみんなでガーってこうテーブルかくってね、うん、やってたときに、キャラがめちゃくちゃ濃くて、なんかめっちゃかっこいいし、トークもすごいなって思ってて、お話したかったんですけど、ちょっとなんか、近寄りがたいなとか思っちゃってて、聞かせなかかっった、た <laughs> 悔しかったんですよ、ね、なるほど、なるほど。んなんで、昨日なんか、お誘いね、ぐぐっと近づいてくださったんで、でめちゃくちゃ嬉しかったんですよ。本当ありがとうございます。 ね私はねこの織田信長ですからね近寄りがたい雰囲気をねすごい醸し出するんでね <laughs> いやそんなことないんですよ。えー、やっぱりね人間っていうのはあのそのねオーラみたいなのをこう出してうおーってやってる時もありますからねその時にねうわーってこうねそんな近寄りがたいみたいに感じちゃうんですけどでもね結局ねあの、うん すいませんどうもこんにちはあのサインくれませんかとか例えば声かけたとしてそれですごいね嫌がる人ってあんまりいませんからねもうまさにね今ちょっとすいません打ち合わせやってるんですって時にサインお願いしますって言われるとね、うん、ち,ょちょっとってな,なりますけどねいやなのでね、あのー、何でも突っ込んでいくっていうね精神がいいのかなっていう風に特にねやっぱりね NHK 等とかにね、うん あのから出てる方っていうのはも突っ込みがもうものすごいね、えー、竹の根のコンクリートのアスファルトだろうがなんだろうゴリ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 ってなんかね突っ込んでてこう間を空けてねバリバリバリってねコンクリートがね割れちゃうそんな感じのね、えー、突撃能力あるのかなっていう気がしてますけどどうなんですかいやいや今回ですね NHK から国民を守る党は私含め19名あとですね立花党氏がまあ監修みたいな感じでね党は違うんですけどもまとめて面倒見るよっていうので24名 出てるんですよね。やっぱりで、ねあ。あ、うん、すみません。どう、どう。なんか、やっぱ面接とか経って、はいね。いろいろこう、やっぱ落とされたりっていう中で。<ー>まあ、選ばれた人間ということなんですが、なかなかやっぱキャラが濃い。人多いですよね。いや、ね、私、昨日、あの後、立花さんと対談したんですよ。おお、またすごい。週間くらいですかね。<laughs> で、そこでね、やっぱりね、あの、頭がいいなっていうか、あの、人間性が、お互いね、そのまま話すから。 もうカ,カメラも回ってたんですけどそのまま話すからですねあのあやっぱ考えてんだなってそ,その時ねあの思ったのがその今言ってたのが今回 NHK とに集まった人たちの思いがすごいしっかりしてて熱くてやっぱ NHK 党とかもそういうはたから見たらなんかこう他者を攻撃してるような政党なわけですけれどもそ,そういう活動を続けていくことに意味があるなっていうのはその、ね、要はね仲間探しみたいなね そういうよういよななニュアンスで、ね、話ししてましたねなるほどだから今聞いてあのオーディションやって落としてあ落としてるんだっていうねその要は来た人全員ねお金が欲しいからやってるわけじゃないんだっていうねそこがまた新たな、ね、情報としてね城楽さんから今教えていただいてーと思いました、ね、そうですねなんかこうエントリーっていうのはまあ皆さんできできたわけなんですけどもそこで、ね、参議院議員会館に 秘書の方とこう面談があるんですけど、その面談した秘書の方から聞いたんですが、ままあまあ落として落としてます。よっていうお話だったので、<laughs> いや逆に僕がなんかね。これ選ばれるって言い方なのかなっていうのはね,ねえって思いましたね。なんか嬉しかったですよ。うん。いや、あのね。立候補しても俺はっていう方もい,いらっしゃるじゃないですか。もうね。なんかそのちょっとまともに会話できなさそうだな。みたいなとかですね。 まあその中で、やっぱりそういう人たちがいっぱい来るんでしょうね、あのー、さすがに、やっぱそのまあまあの方を落としてるって、そうだよなって、最初、よくわからず入ってきて、スパイみたいに内部からねく乱されるようなこともあるかもしれませんしね、そうですよね常にリスクっていうのはね、あの新しい人間入れるってことに対しては、リスクがあると思いますので、ね、そこら辺も守っていって、やっぱ党運営っていうのはしなきゃいけないので。 ね、誰でもいいよみたいなことになっちゃうともうぐちゃぐちゃになっちゃうと思うしそれこそ、ね、ア,ンチみアンチってい言い方かななんかねあんまりよく思ってない人がねぐぐっと入っちゃったりとかしたらもうぐちゃぐちゃになっちゃうと思うのでいやねあの急成長した政党とかもねそのこ入ってくる人とかを今度すごい情報統制したりねあ,のあれ自由な党だったのになつっていきなり厳しくなっちゃうパターンとかもありますけどやっぱ大変なんでしょうね。 いやそんな上洛梅勇紀さんのねこれから自己紹介を5分間くらいでいきたいんですけど <laughs> ざっくり5分間くらいでねストップウォッチ回しますけど。 はいですか、はい、それでは上洛宗内さんの自己紹介です、どうぞ,どうぞ, <laughs> どうぞハードルが高いな。とい <laughs> ことで、じゃあ、おはようございます。ね、時刻はですね、7時18分なんで、午前中ですよ。私、本当だったら寝てるんですけれどもね、はい対談のために早起きいたしました。私ですね、はい、あ <laughs> やった。私ですね、ここ今、会社なんですよ。はい株式会社のですね、えー 一応社長をやってるという形なんですが、そ,うやそれだけ聞くと、やっぱ成功してんじゃんとか思いがちなんですけども、結構一応ね、会社はね、16期目なんで、長続きはしてるんですけれども、いろいろとね、コロナでピンチを食らったりとかしてるというところで、まあ頑張ってるよっていう会社でございます。でですね、なんか後ろなんかちょっと汚いなって思うかもわかんないんですけども、一応ですね、取り扱ってるものが中古のものなんですよ。 中古、ね、リサイクル、リユース品っていうものを扱ってまして、はい、ベビー用品をですね、専門にやっております。なので、チャイルドシートとかね、ベビーカーとかね、をあの販売を、メルカリ、ヤフオク、楽天市場、ヤフーショッピングとかね、そこら辺のプラットフォームを使わせていただいて、販売をしているという形でございます。まあ、販売点数でいうと、だいたい5万台とかかな、4万台、5万台とかなんで、もうすでにね、あのー、まあ、5万人ぐらいの、こう、日本のね、 赤ちゃんの方と関わりがあったみたいな、<laughs> そんな感じでございます。はい。そういう会社をやっておりますよ。でですね、私なんですけれども、今、あの、二人子供います。二人子供いるって言ってもね、もう大きいんですよ。一人がね、17歳。で、高校、<laughs> 高校3年生。うん。でも、これ、次男ですよ。次男でね。はい。で、えっ、ー、と、長男がですね、19歳。 はい。で、男の子、二人とも男の子で、で、十八、ね、十九歳っていうともう成人してますからね。二人ともジムに通ってんでね、もうマッチョなんですよね。ブロ、はい、なんかね、ドラゴンボールみたいなんですよね。<laughs> パパもジム行きなって言われてるんですけどね、私ちょっとダメなんですよね。行けてないんですよね。というですね、二人子供がいるという。 はい家庭でございます。妻1人ですね。4人家族でございます。でですね、野良猫をですね、私、すくい上げて、みんなですくい上げた結果、今、野良猫7匹と暮らしてるってことで、一軒家の中にですね、生き物がいっぱいいるんですよね。今日もですね、なんかすごくね、私に懐いてるピッチーっていうのがいるんですけどピッチーがね、行かないでって言ってね、ジャンプしてね、来るんですよ、こうやって、まとわりついて、だからね、ちょっと遅刻しそうになっちゃったという、はい、いうね、あの日常をですね、私、埼玉県ではい、 あの過ごしておりますで生まれはですね東京になるんですよ。うん、東京のね板橋区、高島平というところね、ねマンモス団地がいっぱい、ね、建っているところで生まれてで、えーと、幼稚園前までかな、そこで暮らしてました。でまたですね引っ越しまして、板橋区は、ですすねわかかりますか、えー、と光が丘公園っていうのは練馬区なんですけど、あ、わかります。<laughs> の公園があって、道路挟んだ手前の団地。 がですね、赤塚公園じゃないですか赤塚ああすごいあよく分かってわ分かりますね。あ,あの一方、うん、が高島平のまさにあそこの駅の前のあのマンションに住んでて。おお日本でもね<う>たまに行きますけどね。そう本当ですかえー、すごいだから高島平もそうだし、赤塚そうなんですよ。赤塚新町っていうとこなんで、赤塚なんですよね。はい。で、小学校が赤塚新町小学校、中学校はですね、東京大仏っていうのがですね、ありまして、それはですね、日本でね、作った当社3 大きさが3位ぐらいだったんですけど、今抜かれて7位、7位だったかな。なんかね、ボコボコでかいのができて抜かれちゃったらしいんですけど、その大仏の隣にある赤塚第三中学校。はい。というのはですね、卒業いたしました。で、高校はですね、最初は文京区の経過商業高等学校って言ってたんですが、2年生終わりまでいて、そこから転入。牛込商業高等学校という、豊島区立、ああ、東京都立ですね。はい。の定時制を卒業してというような。 はい、経歴というか、はい、になっておりますで現在に至るわけなんですが何で東京都知事選にです、ね、出ようかと思ったきっかけはですね、はい、それはですね全然ねあの浅くないんですよね私ですね出たくて出たくてしょうがなかったんですよね。と言いますのは2011年、はい、東京都知事選挙やってたんですがそこでですねマック赤坂さんがですね はい。銀座5丁目か2丁目かな。ちょっと記憶があれなんですけども、まあ、なんかバスかなんかの上に乗って、演説をですね、すごく、あの、かっこいいな、なんだろう、自由な感じで、自分の主張をですね、述べていらっしゃったのを見てですね、こんな自分の表現方法があるんだと思って、感動しちゃってですね、になりたいと。で、見てる方もいっぱいいらっしゃって、で、東京を動かしたいとか、日本を動かしたいって思ってるわけじゃないですか。 いや、なりたいって思ったのがきっかけなんですよね。そしてですね、時を経て、数年、<laughs> そうそう、ふふすまいよねあ。そうそう、そう、政放送もそうなんですよ。ハマっていくわけなんですよ。マック赤坂さんの政見放送、後藤照樹さんの,あの政見放送、そしてですね、極めつけは、え千葉県知事選ですね、河合祐介さんの政見放送、<ー>白塗りジョーカーの方、はい、の方の政見放送を見て、僕はもう、 これをやりたいと思ったわけなんですよ。ただ、教託金として300万円っていうのがやっぱり出しにくい、出せないなと思っていて、諦めていたところなんです。ところ、私はそもそも、ごめんなさい、長くなっちゃったね。NHK から国民を守ると、NHK とがめちゃくちゃ大好きだったんですよ。うん。でですね、もう大好きすぎて、2021年にですね、立花さんが池袋で街頭演説やるというのをですね、Twitter で見て、もう行こうとね。 行って写真撮ったっていうねあの記録が残ってるんですけどもそこからまあポスター貼りのボランティアとかを経て今回もしくもインフルエンサーじゃないけどやってみよう申し込んでみようと思ったらなんか選ばれちゃったみたいな感じなんですね。はいあ,はい、ありがとうございますそんな感じでございます。ええその素晴らしいねあの自己紹介でしたね、あのー。マック赤坂さんから入ってきてき ね、なんだっけ、一詰ま,まり。二詰まりと。二詰まりと。そう。二十五度みたいな。三 <laughs> 十までやりますけど、ね。はい。やね、あれね、バカっぽいなって思って見てる人もいると思うんですけね。笑うことこ,こそね。脳の中で、脳内麻薬が出て。あの、どんな薬よりも効きますからね。 もうあのタバコとか吸って体に悪いんじゃないのって、タバコ吸って気持ちいいって言って、その気持ちいいって言ってる脳内麻薬が出てるときのがそが、そのタバコ自体からの、ね、害よりも、ね、大きいような、ね、その体を良くする度合いが大きいような、ね、気がしますね、そのタバコので、うん、タバコの喫煙率ってずっと下がってるのに、がんの発生率上がり続けてますからね、肺がんの、ね、で結局ね、ストレスなんでしょっていうね、そういう。 気がしてますけどねいろんな本に書いてありますけど脳内麻薬ことが究極の薬ですから、ね、でそのことが分かってしまうと薬が売れなくなっちゃうんであ,のあ,<の>あんまりね、えー、とこれにはこの薬が効きますみたいなこと一生懸命やってますけどあれ科学的に効、ね、いてますとか統計的にこれほら効いてるでしょって言ってますけどあれ人数がいた時にそういう効いてる雰囲気になってる人が、えー、確率的にあの 多い,多いことを持って数学的に証明されましたって言ってるだけですからねだからあなたに聞くかどうかっていうのは全然分かんないんですよだから人数的にで実際じ体の中でどれがどう作用してどんな風になってこれケミカルカスケードって言うんですけどケミカルカスケードその要は滝ですよね、はい、カスケードって要はこの物質が増えたらこれの物質が増えてこの物質が増えたらこの物質が増えてみたいなのがぐじゃ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 って細胞の中で行われてるんですけどそんなの全然分かんないですからね だからね、科学的にこれが効くんですっていうのを聞くたびに私は東工大で、ね、科学やってましたからそんないくらでも操作できるんだろうってそ,のそれをあのちゃんと聞きましたっていうような研究機関にあの投げてそれでお金をねもらったりしてるのでもうはっきり言って全く信用してませんそれよりも脳内麻薬を出すことのが重要で脳内麻薬を一番簡単に出そうがいつまでにいつもムルさんも,にいつもに「イェーイ!」みたいな、ね、笑うから楽しいってやつですよね。 いや本当そうですね、なんか笑顔はみんなを救うような気がして、ねあの、悲しんでる方とかもね、怒ってる方もね、やっぱ笑顔でこう、なんかこう、なんだろう、こう和やかになるというか、そういうのは私、考えてドーカー議員、河、ね、井裕介さんにあの、千葉県知事、立候補されたときにあの、ね、引き込まれて、今、NHK とにいるっていうのが、かすげえなってね、はい、あの方もね、フラッグシップっていうか、旗持って一生懸命やってますからね。 国民にその、ね、う疑問を持ってもらうというか政治に関心を持ってもらうというか少数派の意見を代弁するというのをおっしゃってましたけど河合さんともね私対談やったんですよこの間お。そうなんですかここ憧れの、えー、もうあのなんかニコニコの討論会あったじゃないですか、うん、あの場でやっぱりね遅れて入ってきてとかって言いましたけどあ<ー>あの一番ねその,、まあ、その前のポスターの,、ね、あの話もあセクシーのねセクシーポスターの話もありましたけれども。 うわ、やっぱりね、こういう人、どういう人なのかなって注目して見てたら、やっぱね、貢献心が高いんですよ。うんね、人に貢献しようっていう、それはもう言葉の終始からなんとなく出てますからね。うん、であの千葉県知事のねあの、星のかけらの演説。あれもね、聞いてね、わ、こういう人,ここの人、こういうこと考えてんだってね。やっぱね、人間はね、その時だけ見たらわからないですね。いろんな角度から見ないとね。 そうですね、なんか、あのこうやっぱ顔がキャッチーだったりとかね、あのそういうところで、なんかおふざけにも見えるじゃないですか、うん、ねでもなんか言ってることはすごくまともというか、戦略家というか<の>、うん、素晴らしい考えを持ってる方です。放、ね、末候補というか、その、初戦ね、その人気のトップしかなれないわけですから。はい そうじゃないものの振る舞い方っていうのね、こうすごい熟知されておられんなって思って、案外ね、もう普通そう、こうやって対談した普通っていうかね、あの、まあ、もちろん普通の人間なんですけれども、えっと、あ,あの対談の場で遅れて入ってきて、こう誰かがね、あのガーってなんなんでお前ここにいるんだみたいなこと言われてて、そのかわいさう。アメイヤーさんですね。そういった時に、あの、 お前みたいに顔隠してやってんじゃねえんだよみたいなこと言って、その時 <laughs> 緑色の、ね、顔隠すようなふうになってたから、ブーメランかブーメランかみたいな、ね、コメントが入ってましたけど、でもあのホームページ行けば普通に、ね、顔そのまま出てますからね。まあ、主義でねやってます、はい、だから、ね、隠してないんだなって思うもう、ね、その後ね分かりましたけどね。 はい、じゃ、それだね、私の自己紹介の方。あ、ぜひぜひお願いします。五分になりますよ。そう,そうですね。一応オッケなので、お願いします。はい 織織田田信信長長現役の織田信長こと沢みでね、織田信長なんですかってね、よく聞かれるんですけど、じ実は私は白金館劇場という銀座の、ね、トップオブザ銀座ですよ、まああの。劇団の中ではね、まあまあいいというかねああ、あそこでやるってすごいですねって。はい、すごいんです。ドバイ公演とか、ね、ニューヨーク公演とかをやっているような、そういう劇団座組の中にいきなりね、織田信長こう主演の役を。 入らせてていいただいてねこれ何度入らせていただいたかっていうともう全然演劇とかね大学の文化祭レベルだったんですけれども澤さんの生き方は完全に織田信長ですねで私ねの生き方一体何ですかっていうとこう大使館を集めてねその、まあ、これからはアフリカといえば澤澤といえばアフリカ、ね、これから絶対アフリカが来るから日本はアフリカとアジアとねいやアジアとアフリカを牽引する日本を作るんだなんていつもねそういう講演会とか。 あのそういう大使,大使が集まっているような場でね吠えまくってるんですよ。うん、であのアフリカと日本のね未来についてとか言ってプレゼンしてね、えー、全世界は植民地にまみれていた1930年代なんと日本が原発を2発を落とされて立ち上がってその結果どうなりましたみたいなね。 すべての植民地が解放されて、そして海の苦しみで日本は、えー、原発2発で、ね、敗戦したけれども、実際、本当の勝者は大東領共栄圏。要は植民地としてね、本当に植民地って、ね、すごい言葉ですよ、人々を人間として扱わず、植物として扱うみたいな、そんな意味ですからね、あの要は眼鏡をかけている,る人からこう、ね、あの殺していって、なんでかというとこう、勉強した人というのは人々を団結させる力があるので、団結させないようにするために頭のいい人から殺していくんですね。 であの本当に夜勤をされて川をね反逆しないように生顔を生きてるまま向かれてねそれでもう恐怖で人々で母国語を奪って自分たちの言葉を喋れないようにしてしる言葉を喋れないとこう考えることもできませんからね本当にその場その場でなんかあの叩かれるのが嫌だなっていうことしか考えられないような人間を量産して、うん、え鞭でしばきながらこうただあのもうね言われたことをやるだけの猿を量産するとこれがね植民地教育ですからね。 日本のやつは同化政策っていうのは同じ人間として、ね、我々と同じくらいさ自らの力でさ栄えることができるようにっていう国を増やしていくっていうのをやってましたからねみたいな話を各国の、ね、大使がいる中でねあの主催者ですからね <laughs> プレゼンテーションでぶっこきながら、ね、やっていや浅尾さん完全に織田信長です、まあ、もちろんそれだけじゃなくていろんなねもう世界中の大統領と懇談しに行ったりとか。 あのその地域にいる日本人のキーマンの方と懇談しながらですね日本を外から見るんですそしたらね日本のいいところとかねもっとこうした方がいいところとか世界はどうなんだってね世界の基準の中で日本ってこんなに素晴らしい目の前の相手を他人と思え他人ではなく目の前の相手を自分だと思って接することができるんだってもう一言で言いますよ目の前の相手を自分だと思える度合いこれこそが人類の民度って言われるものです 常に文化的な行動とかあの、ね、もういろんなそのこれあれですかあの身体障害者というか発達障害の度合いの基準も目の前の相手に共感できるかどうかの度合いで決まっていくんですね。だからつまり目の前の相手は自分だと思えるかどうかこれこそがあの人間の最終的にねあの えー、どのくらいその民度の高い人間なのかっていうのを判断する基準としてね適してると思うんですけれどもその度合いがめちゃくちゃね日本人は高いんですよだからね恥の文化なんてのもありますしえっ、ー、ともうなんか親切だみたいな言われますけど親切じゃなくてねあの見返りを求めてるんじゃなくて自分だから自分だったらこうしてほしいなみたいなことを勝手にやっちゃうんですねこれが日本人の凄さなんです。 だからね、あの忖度っていうことも同時にね、ありますし、目の前の相手自分だと思いますから、そのね、素晴らしさを解き続けたり、そうあの外から見ることによって分かってね、こうああ、日本ってね、特殊なんだっていうのが、日本出たときに初めて分かるわけですもうその他はね、もう全員ね、もう目の前の相手はテレビゲームだくらいにね、もう尊重してない国もありますし、<ー>人間だと思ってない、まあね、どこだって言うとあれなんですけども。<laughs> 道路なんか走ってても信号がまずなくてな,くないのはいいじゃないですか違うんですよもうめちゃくちゃ混んでるんですよめちゃくちゃ混んでるのに信号がたまにあると、まあ、一応止まってるんですけど赤でも対向車線がいなくなるともう6車線くらいなのにもういるんですよ <laughs> どんどん進んでいきますからね <laughs> それこそかね高速道路みたいなとこなんですけどそこなのに人がねこう横断してくるんですよもう<ー>もうテレビゲームかっていう。<laughs> もうしかも、路の真ん中にその大きな穴とかがあったりして、それを、ねうん、見ないで踏んで、ね、そこにタイヤがガーンとはまっちゃうと、バーンってパンクするんじゃねえのかみたいなような穴がいっぱいあるの。もうだからテレビゲームだから常に、Q&A 撮るとね、もう隣にね、すぐ車が走ってるから、あのもうね。 その私以外の車は全部前後左右に必ずこうぶつかっている傷がついているような車しか走ってない。というか、エンジンがむ,しむき出しになってないのがおかしい。ね、日本で言う 10, 10万キロ走ったらもうお疲れ様でしたみたいになのありますけど、<ー>10万キロなんてまだまだ赤ちゃんみたいな、そんなね車ばっかり走ってるところばっかりなんですよ。地球ね半周くらい回った、我々が寝てる間に昼間の国っていうのは、ね、大体そんな国なんです。 まあ、とはいってもね、アフリカも超急成長してますからね、もう日本ね、うん、もうある意味、かなりね、追い抜かれていってます。もう私、世界、ね、一周してびっくりしたのは、日本と同じ金銭感覚で物が買える国っていうのは、今はもうタイとかインドとかですからね、<ー>でドバイとかフイギリスとかフランスとか行くと、大体物価は3倍、ねで。で、収入は我々の5倍くらいです。だって、 ドバイのこじきの年収っていくらかご存知ですか本当になんとね何か聞いたことあるな1000万以上っていうだ。そうだそうそう大体ね820万円って言われてるんですけどえいいなこれね完全に私の自己紹介じゃなくなってき,きちゃいましたけど、ね、あいやいやまあ、うん、それいいと思いますそうそういうことをやってたら白皮化劇場でねその主演やりませんかって私はね常に「はい」か「イエス」としかね大体答えないので。 やりますかはいっつって本当にやるんですかイエスって言ってたらね <laughs> させていただいてまあまあ、ね、演技で3000人くらいね全体で見ていただいてあの10公演のうち5公演は私が主演だったんですけれども<ー>結構泣いてましたねこれ脚本がいいんですよ、まあ、そんなことやってたので今ねでそれでカヌ国際映画祭の場所とかエジプトの国営劇場とかでも織田信長のねこの盾をねあの披露してきたっていうそんな現役の織田信長です。 ちなみに、えー、東京工業大学の博士課程をじ、あのー、満期退学して、そこで人工知能や脳科学をやってたり、防衛大学校で、えー、と卒業してね、ね自衛隊で隊長を各種隊長でね150人の部下がいてね、ね、えー、腕立て、北前進、北前進できて、ね、ここからやり直せみたいなね、そういう24年間のね国家公務員時代もありました。はい ごす,すごい、すごいですね。ご経歴がもうすごい。かなりじゃ、ね、あの勉強というか、そっちの方もがっつり学生時代はやられてた感じなんですね。そうですね。やってたかもしれませんね。あの小学校の時からね、比較的頭はいい方でね。塾にも通ってないんですけど、その辺、ね、あの地域のね、えっ、ー、と、そのいい子。中学高校にね、入れまして、そのままね、防衛大学校に入って。 そのまま東京工業大学の博士課程に行った。高校時代で、ね、もうプログラミング少年でまだ Windows もない時代ですよ。ペ<ー>トリスとかプヨープヨ,ープヨ,ープヨーみたいなのを自分で作って授業中に友達にやらせてたっていうねああ。ちょっと待って、それ僕も結構同じですよ。あらあら。なんか僕も秋葉原で中古で3万円のなんかテレビつなげてやる、なんて言ったかな。テレビベーシックじゃないですか、それ。ベーシック、ベーシックのプログラミングを。 僕もずーっとやってて、あれ一文字でも違うとゲームできないじゃないですか。そういうことです。あれ32キロバイトくらいしかない。いや、そんなにないな。ファミリエーウェイスクだと8キロバイトもないな。あのあコーディングできる文字数がね、めちゃくちゃ少なくなかったですか少なかったですし、もちろんフロッピーですし、十四インチテレビしかないから。あー、うん、あー、じゃあすごいですね。テレビにつないであるフロッピーっていうと、フロッピーか。 そうですね。白黒でした緑。カラー、カラーですね。ああ、じゃあちょっともうちょっと後ですね。えー、どうですか ?X68000 よりも後かもしれないですけど、プログラム、すごいですねあ。なんかちょっと似てる。<laughs> 私は小学校の時、ファミコン少年で、うんあの、ファミリーコンピューターでそのドラゴンケーストとかね、いっぱいやってたんですけど、1日12時間くらいやってて、いつもファミコンを取り上げられてね、うん、あのやりすぎだーってってね。 のめり込むとずっと突っ込んじゃうね。タイプなんでで絶対自分の方が面白いゲーム作れるって言ってね。高校くらいで作ってましたけどね。なるほどね。いや同じですね。僕もだから澤さんと何気にあの世代一緒なんで、あの同じです。ファミコンでね。ドラクエもずっともうね。朝までやってましたし。 ドラクエって皆さん知ってますかねドラゴンクエストっていう当時エニックス、今はね、スクエアエニックスってな,なっちゃいましたけど、その堀井雄二さんとか鳥山明さんとか、あのそういう方がね、あのジャンプとかと協力して、えっとね、ゲームやった黄金の金子島でね、あの何やりました私、ワン、ツー、スリーはね、もう完全に全部やりましたね。 そうです、ね、私は1,2,3とあと4ですね。5はあのスーパーファミコンなんで、5までやりましたね。ああじゃあ全く同じです、ね。私も5までやりました。4はファミコンでね、えー。もうね。じゃあ私ね、3、ドラゴンクエスト3、レベル99までやって、冒険の章が消えて、また99までしましたよ。ストイックすぎた。えー <laughs> どのくらいやってたのかっていうのをこれやってた人にねもうえそんなにやってたのっていうね,、あのー、ね99にするとこれ何万時間かかるんですかね。もういやすごいっすよもうはぐれメタルとかをボッコボコ倒さないとダメでもうずっとはぐれメタルが出るところでうろ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 してやってたっていうね記憶がありますねなんか僕はそれでやっぱプログラミングを学んでいたので独学でねベーシックで。 で、なんかその時にスーパーファミコンなんですけども、そこの普通カセットを刺すじゃないですか。<ー>その間になんかコードを改変できるやつがあって、それを刺してカセットを刺すと、コードを強制的に変えられるっていうのがあって、何回かあのテストするんですよ。こうコードをして、A とかをしたりリセットをして、コードを検出してみたいので、繰り返しやっていくと、このコードですねってなるんですよ。そうすると、例えばスライムを倒した時に、 経験値を F10F にしね 9916C 法なんで F10F とかにするとすごい経験値もらえて一気に99レベルまでにいくっていうのをあの強引にやったりとかして遊んでました。ね <laughs> あのー ドラゴンクエストとかね、初期の時にあの最大 HP が255なのは何でですかって皆さん知らないと思うんですけど、2進数でね、あのまあ、実際16進数なんですけど、16進数で2桁やると FF がこれがね、最高の1616 16ってことになるわけですね。それが256 25で0を入れて255になるっていうね、あのー、 255にはねあのファミコン世代に特別な意味がありますけどそういうのをね自分で改変できるソフトがあるっていうのはね知ってましたけど私ねやったことありませんでしたすごいですねいやなんかもうメルカリとかで売ってないからめちゃくちゃ楽しいんですあの例えばスト2とかわかりますストリートファイターかとか波動拳とかああいうのも,もう、ね、連発できたりとかジャンプ2回できたり,ジャ,ンきたりジ,ャンジャンプのプログラムとかを検出すると2段ジャンプとかそういうのできるんでいや面白いんですよねやっぱ。 言語を知ってるともうね、私、スト2はですね、ゲーセンでもハマりましたし、私ゲーセンで50連勝くらいしたことあります。何使いでしたなこんな話してて楽しない。和服かて和は和服着てかっこい内容じゃないです。ね、もう完全に雑談になってますけどね。な何使ってたんですか誰しもすかガイル使いと使い <laughs> アメリカ人じゃないですか、はいガ。ガイルってね、こうやってなんかちょっとね、軍人でこう。 実は私、うん、高校の文化祭もそのガイルのコスプレで文化祭に参加して、で、あの、ある時は、タミーの、キャミーってね、女性の。ああ、軍服着て、あの、水着のやつですね。うんはい、はい。レーボーの人ね。そうです。で、その影響もあってか知らないですけども、防衛大学に入っちゃったんですね。<laughs> 浅いよ、浅いよ。考えが浅い。<laughs> えー、すげえ、じゃあソニックブームやってたんですかね。はい 防衛大学に入った理由は、えー、その情報工学、要はプログラミングがね、とかの、これから情報工学だなって思ってたんですけど、当時、ね、調べたら、慶応か膨大くらいしか情報工学というのが出てこなくて、うん、あじゃあ、防衛大学の名前かっこいいからなとかって言っちゃったんですけど。うん、確かに。へ、え、ぇ、ーね。ちょっと似て、似てます。少年時代、ちょっと似てますね。ファミコン世代ですしねファミコン、そういう、だから私ね、大学院では Java で。 あのサーバークレーンと JavaBeans を使わずにゼロから、ね、書いたことありますよ。3か月間くらいかかって。すごい、Java、すごいですね。PHP、えー、とかね、書いたり。僕もやっぱりあのはや早い段階からインターネットやってて、それこそ Q2 とかでダイヤルアップするみたいな感じで、ほらその当時も、ね、インターネットをつなぐのも高かったじゃないですか。ISDN の前の時代から。 U2 って言って皆さんわかるんですかねダイヤル Q2。わかんないかモデム。モデムって言ってわかるんですかねもうモ,デモデムの次が ISDN ですからね。<laughs> そうそう。その時代からやってて、<laughs> 僕は Java っていうと JavaScript とかそっちの方はめちゃくちゃ CGI とかはあのプログラムからよくやってたりとか。はいはい こんなな話で面白いのか,ななんかお互いにやっぱね、プログラミングをする人はですね、私こういう特徴があると思ってるんですけどあの、2回やることは最初から2回やることを前提に何か準備したくなるんですけど、そういうことありませんかこれ2回やるな、3回やるなって思ったら、もう最初の1回目からもうそ相応のコードを書きたくなるっていうかあ<ー>で、同じことを何回もやるのが嫌いっていう。 性,性格があるんですけどあ確かにそうかも分からないでもあんまりなんか意識したことないので気がついたらなんか折り込み済みの行動かも分からないですね2回まではみたいな行動を書く時もそうなんですけど日常生活においてもあこれもう一番最初にやる時ですよ一番最初にやる時にあこれ2回3回やるだろうなと思ったら一番最初にやる時から3回目4回目やる時のことを考えながら行動するっていうのが プログラマーの、ね、特質っていうかね要はめんどくさがりなんですよなるほどね、うん。それを書く方が面倒くさいじゃんって普通の人は思うんですけど、うん、2>, その2回3回やることを考えたら1回目からそういうもう何回もやることを念頭に置いた準備やシステムを整えないとなんか気持ち悪いっていう。なるほど。わかると思います。なただ僕は結構その2回3回が嫌なんで1回にして結構慎重に。 なんか保存保存じゃないですけど、すべてのところにおいて、慎重にやって間違いないかなみたいな感じ、<ー>牛歩ではあるんだけども、ゴールをもうここに置いたら1回で済ませたいっていう最近多いかも分かんないですね、効率化、失敗せず、もう、うん、失敗をちょっと恐れちゃってる部分があるかも分かんないです2回、3回やるっていうのは、例えば子供の幼稚園の送り迎えって1回で絶対終わらないじゃないですか。あはい 50回とか100回とかやるわけじゃないですか。そしたらそれを効率化したいから、私はあの幼稚園の隣に住むっていうのをずっとやってたんですよ。だから、家があって近くの幼稚園を選べない、ね、あの幼稚園とかってあの要は常に満員で、廃棄自動状態ですからあえあ、ようやく入れたって言ったらめちゃくちゃ遠かったりするわけですよね。そ、うん、そしたらその 入れた幼稚園の隣に引っ越すすわけですそしたらその、うんね、夫婦で送り迎えも楽ですし自分がそこから会社に行く方が面倒くさくないっていうねあ当時はあの自衛隊で防衛省に、ね、勤めてたりしてましたけどそういうよう何回もやることほど簡略化しなければ、ね、人生はね結構無駄が多くなるっていうねそういうのをね思ってます確かに時間っていうのは有限でありますから毎回ね毎日のように繰り返される中において 通勤時間、往復で2時間よりかは5分、10分の方が、全然やっぱりいいですよね、効率的ですよね。未来を見据えてシステムを作るっていうのを、私はね、やり続けてきましたね。これが、まあ、一言で言うと、脳の中でそのシステムを作るっていうのは、一体どういうことに対応してるかっていうと、原理原則、常になり立つ、英語だと、ネイチャーとかね、あのプリンシプルとか言われますけれども、そういう普遍の原則。 みたいいなものをより取り取入れていくことによって原則っていうのはその例外がないからその考え方だけ持っていけばもうありとあらゆるところで流用して全く違うシチュエーションでも同じように考えていくと執刀な答えにたどり着くっていうのがねあの好きでね私は原理原則以外ね覚えなくていいんじゃないかなって思いながら毎日哲学をねやったりあの勉強したりしてますちなみに澤さんって今こうお仕事っていうのは結構がっつりされてるんですか 仕事っていう、普通の方が思い描いているような仕事っていうのは全然してなくて、要は何かをやってお金をもらうっていうのは何もやってないんです。あなるほどもう私自身はですね、ファイナンシャルフリーになっておりまして、毎日ずっと寝てても遊んでても、あの仕事やっててもやりたいことをやってて、要はお金をもらうからやりますではなく、やりたいことをやって、それがお金もらってもいいし、無料でやってもいいしみたいな。素晴らしい 1>, 1年間に3ヶ月くらい海外でね生活してそういう、えー、いろんなところで泊まり歩いたりでねだんだんねお金があんまりいらないってことに気づいてきて要は海外で3ヶ月もいたらホテル代大変でしょって言われるんですけどもうすぐねその現地の方とお友達になってその人の家にと泊まらせてもらったりとかご飯も食べさせてもらったりとかもう無料のご飯が出てくるパーティーみたいなのに行ったりとかしてるとあのー。 例えば2日に1回ご飯食べとけば別にそんなにねあのご飯を食べる必要もないのでねほとんどねお金って使わないんですよ。まあ、飛行機代くらいはね使えますけどねそんなことをねやってあこういう人生もありだなって私あのとある人から聞いてあの徳山先生っていうねあの帝王学の先生が、ね、言われてたんですけれどもあのいいか実は100人自分のことを止めてくれる人がいたらお金なんか何もいらないんだ。あ 3日間を泊まり歩くっていうのを100人のとこで毎年、ね、ずっとやってたらもう家とかもいらないわけですよ。うん、その人生は自由なんだ。もともと村社会ってみんなで集まって協力しちゃって,過ご,してまあ過ごしましょうみたいなもんだったんで、いやそれって実は本質をついてるなってんで、今みんな逆のね、例えば各家族であるとか、例えば1人で、ね、子供を育てるとか、要はみんなで育てるのを逆方向に行ってるんでね、みんなすごい苦しくなってるんですよね。うん 出る人がいない。目の前の相手は自分じゃない。目の前のあいと他人だみたいな。一歩外出たら戦いだみたいな逆ですよもう家から出ても友達いっぱい家から出ても仲間がいっぱい。みんな助けてくれる。応援できるシェアできるっていうね。そういう世の中を私は目指しています。素晴らしいうん、すごい。なんかもう。やっぱり僕もも,ものすごく共感していて、なんか愛がないなっていうか、周りから愛をこう受けたりとか。まあはたまた与える機会っていうのがやっぱり少なくなってるな。っていう風うに。思って たんですねなんか悲しいというか寂しいような社会になっていったのでなんかそこをもっとこう手と手を取り合えるような仲良しのこう集まりだよみたいなまあ日本にできたらもっともっと楽しいっていうのが広がるんじゃないかなっていうふうに思ってます <laughs> ありがとうございます,れがですね目の前の相手を自分だと思うっていうことなんですよ例えば最近ね、うん、靖国神社であの街頭演説やってきたんですけど 英霊に対してね、報告をする気持ちで街頭演説やってきたんですけど、<laughs> 一言で言うと、まあ、あの要は特攻隊の方とか、自分の命を使い果たされた方がいっぱいいるわけじゃないですか、その心っていうのは、この肉体に閉じ込められた自分だけを自分だと思ってたら特攻とか、そういうみんなのたってできないんですけど、目の前の自分とか共同体とか、仲間とか、日本とかを自分だと、どんどん自分がの範囲が拡張していってですね、思っていって、最後にはですね、日本よりも広くなるわけです。 今生まれていない日本の未来の100年後1000年後日本は確実に負けるだろう負けで占領されるだろうでも1000年後の日本が復活して本当の大和民族を取り戻すために私たちが特攻することに意味があるんだっていうのはいろんな方が言われているわけですねつまり今の自分のためではなく目の前の人たちだけでもなく未来に生まれてくる子どもたちまでを自分だと捉えたらもうめちゃくちゃ自分が広いですよね。 そのめちゃくちゃゃく自分が広い自分に対してこの肉体に閉じ込められてる小さな小さな命は安く安いもんなんだっていうことに気づいた人たちが命をね使い果たされていてそこにねみんなあの共感したり感動したりねあって私もそういう風になりたいなって思ったりそういう自分の命の使い方を感じてるんだなっていうのを靖国のねエの前でご挨拶してきてね特に思いましたね。 うん、なるほど。私もですね。数日前に靖国神社、えー、参拝してきました。まあ、同じ気持ちでございます。私の命があるのはやはりですね。そういった。まあね。あの、いろいろ争争いごとでお,お亡くなりになられた方々もいらっしゃった。上で、こうやって平和になっていってるわけなわけですよ。なので、まあそのまあ、永久戦犯とかで。 あのいろいろね、こんな人に参拝はとか、こう外交問題に発展することが多々ありますけれども、それもすべて含めて、私はやっぱりあの一つ一つかけがえのない命だと思いまして、あの本当にありがとうというところをですね、あのまあ、い,いに参拝はしましまた、うん、価値ある考え方として、使い物になる考え方としてです、ね、私が重視しているのが、過去に起こったことは絶対に変えられないわけです。解釈は変えることができますけどね この起こった変えられないことをあの時ああだったらこうだったらということはすべて無駄ではなくマイナスなぜならば脳の中にそういう使い物にならない回路を育成していくことになりますのでそれだけじゃなくて未来の時間を奪うことになりますからなので過去に起こったことはすべて正しいとでそれを肯定しながら正しいのでもうそれはいいんです。 だってそのもう一通りしかないわけですからその一通りしかないことを、あのー、最高の出来事って言っても最悪の出来事って言っても一通りしかないから同じなわけですねだったら呼び方の問題ですから最高の出来事としたらそれが正解なわけですそう思って考えてじゃあ未来だけは変えられますよねと。 未来だけはこれから私やその仲間が取っていく行動によってどんどん変わっていくのでそのなりたい自分だとかなりたい得たい結果だとか、ね、え我々の未来をどうしたいんですかだったらあなたは今こう思ってるはずでしょだったらあなたは今こう行動してるはずでしょっていうふうに行動していくと本当にそうなるんですよだから過去はもう全て正しいということはあそこであの人が死んだのも良かったことだっていうふうに捉えるしかないわけですね っていう考え方を、ね、採用してから、本当に自分でも、ね、よくそんな、ね、考え方考えられるようになったなと思ったのが、3人子供今いるんですけど、4人目が、ね、来てくれたんですけれども、えー、ワクチン打った次の日に、ね、1週間後に亡くなってしまったんですよ、心臓が止まって。そね、人間関係は分からないですけれども、誰が悪いとかね、あの時こうしておけばとか言うつもりも全然ないんですけれども、でも一つだけ言えるのはやっぱり、ね、選択の自由。大和民族が自分たちで自分分たたちちでの未来を えー、決め続けているそういう未来っていうのが絶対にこれだけは確保しなきゃいけないだから選択の自由っていうのを私は、うん、あの公約の中にね掲げてあの強制されることのないですねなんでやったんですか私が決めたからですって最後は言える余地をね残しておくしあの、うん、そういう社会をね作っていかなきゃいけないなっていうのを強く思っていますそうですねやはり未来は変えられるという言葉があるようにやはり悔いの残らないような形で ね、あのなんか流されちゃうとかそういうのがいけないと思うであの靖国神社過去の問題ね他の歴史いろいろありますよね朝鮮人大虐殺だとかもあったりとかで、まあ、あの参拝したりすると度々ね諸外国の からこうバッシング受けたりっていうことが多々ありますが、それといえば過去のことであって、それをですね、ブー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 言っても、なんか生産性もないし、だからもう令和の時代、昭和でもなければ平成でもない、あのもう未来の令和なんだから、もう過去のことはもうちょっといい,い,いじゃんとまでは言わないけども、もうなんかもう未来志向でもっとハッピーにみたいな感じになっちゃうんですけど、もっと幸せとか楽しいとか、ね、もう なんなんだろう肌の色とか言葉違くても、もっとがっちり仲良くなったら、もっと素晴らしい社会になるんじゃないかなっていうふうには私は思っています。本当にね、もう怒ったことすべて正しい、これでよかったんだ。ね、昔私、天才バカボンって嫌いで、これでいい,い,いのだっていいわ、ね、<laughs> けね <laughs> <解>もうね、今はね、これでいいのだしかないんです。だって、過去は変えられないから、これでいいのだ、正解だって。 言うしかないっていうかね、それをせめて、得するのは、その金銭的なあの、うん、ことに支配されてる、ね、人たちは、それで、ね、あの文句言うことによって得をするので、文句を言うような脳の回路を、ね、あの広げていくわけですけれども、我々、ね、人類みんな兄弟というか、ね、目の前の相手はむしろ自分だと、兄弟じゃねえ、自分なんだって、ね、思いながら、今もね喋ってますから、ね、ただ知識と記憶が違う自分なんですよ。 生まれた時期と場所と DNA が違うがゆえに違う経験をしたがゆえに違う脳内肺性を持っているがゆえに違う考え方を持っている時の自分だっていうふうにいつも、ね、思うようにして全く違う考え方とかそれは明らかにねもう論理的に破綻してるじゃんっていう考え方を持っている方と話をしている時でさえあ確かにそういう経験体験をしたからこのどちらも正しいと思っている、まあ、私もそういう経験体験をしてたらそういうふうな 喋ってるんだろうなって思いながらですね。自分だと思いながら、話すようにしてます。うん。なるほど、素晴らしい。いろいろなんか深い話というかね、なんか普段私そんなことあんま考えなかったので、なんか。脳の中がすごいことになってますけども、いろいろと教えてくださってありがとうございます。なんかもっと僕も勉強しようと思っちゃいました。なんかちなみに澤さんは。今回東京都知事選挙、まあ初出馬ということだと思うんですが。こうなんで,で。で、出た、出ようと思ったっていうか。 もうお金もね、協宅金もかかることですか。からなんかちょっと理由が知りたいです。協託金三百万円が、ね、吸い込まれてたときはね、みんなからお預かりしたものだったんでね、寄付とかでうわーってね、思いましたけれどもね。あのーまあ、一番の理由はね、やっぱりさっき4番目の子供の話ありましたけれどもあの自分たちで日本国がそう選択をできるとあの。選択をね、できないで海外からね、あのー 強制されてるようなこともあるかもしれませんけれども、そういったのをです、ね、私あの、国家公務員として中から見ていて、ですね、24年間思いまして、とうとうね、やっぱり今ここで日本がこれからの方向を大きく変えていかなければとんでもないことになると、100年後、1000年後の日本のね、ヤマト民族の子どもたちに申し訳がないと思ってね。 あのバカはヒゲはバイメ行為だね何が伸びなが頭おかしいんじゃないのか髪の毛が変だってね言われながらも今ってなきゃしょうがないってね思って出ましたや,やっぱ言われる容子いじりがあるんですねまあそうですねこの子が嫌いだから嫌いとかねあのなんか、うん、ちょっと言ってることはいいんだけど顔が嫌いとかねそういうのは <laughs> あると思いますね、はいそうまあでもの結構ごめんなさい脱線して結構伸ばすのも大変じゃないですかはいあのこれ6ヶ月くらいだと思うんですけど切って伸ばし続けてもね一定のところで伸びなくなるんですよああなんか前切れたりとか抜けたりとか <laughs> 切れたりする相体積と毎日その伸びていく相体積があるじゃないですかそれが釣り合ったところでね止まるんです <laughs> でも大 <laughs> 変じゃないのはこれ何の手入れもしれないんですよこれ あの生えないところは生えないしここ生えてこないんですね。だからこれが私の生まれたままの顔なんです <laughs> あ。でもいい感じで決まってるじゃないですかね。なんとめっちゃやってるのかと思いました、ね。これ手入れしたらいいのに、サさんっていう、いやいや、ありのままが最強なんだってね。一番影響力が高いんだっていうのを、ね、今、ね、いろんな方に教えてるんで。そうなんですね。ありがとうございます。なんか 都知事選出馬のきっかけからこっちいじりになっちゃいまして申し訳ない、うん、<あ>最後あのねゆきさんの主張をね一つお願いしますおありがとうございます私ですねうん、なんだろうこう東京都知事選挙に初めてまあ出たわけなんですけれどもやっぱりですねなんかやっ生きてるじゃないですかここに生きていてなんか一以降なんだろうなんだろう人間だじゃないですかそれでそのままなん なんか生きて死ぬっていうのが、なんか僕はちょっと嫌だったので、うん、で、なんかやっぱ日本を良くしていきたいとか、東京を良くしていきたいとか、まあこう、この住んでる子、死を良くしていきたいとか、なんか思ったら、私やっぱ行動すべきだと思ったんですよね。なので、まあちょっとぶっ飛んだ考えではありますけれども、東京都知事選、チャレンジしてもらいたいみたいな、うん、いうところでちょっと出馬をしました。 もう本当に無謀だとか、まあ、NHK 党はね、本当、いろだとかって風当たりは強いんだけれども、私は私で本当にガチでやってるところではあります。もちろんですね、当選するかしないかってもう、誰、ね、でも分かるでしょうって話なんですけれども、それでも私は挑戦、澤さんもそうですけれども、日本を変えていきたいっていう気持ちで挑戦しております。えー、で今回ですね、まあ ありがとうございます例えば破れ,る破れることがあったとしても、ですね私は今後こう、こういった、まあ、例えばね、あのまあ、国政だとかですかね、うん、そういうところにも挑戦していきたいなというふうに思っており、えー、まだまだですね政治家レベルというのはですね本当に低いんですけれども、もう,もうすくすくと成長して、ですね絶対日本を変えたい、よくしていくという気持ちでおりますので、一緒に頑張っていきましょう、はい。何でもね、もう行動してやってみて、自分が経験体験して確信するまでは、 結局脳の中でねあの、ふら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 考えが揺らぐわけですよ。で、揺ら,らいでる間はね、使い物にならないんです。早く本物のあなた、本物の自分に、ね、なってくださいって私は、ね、いつもみんなに言ってるんですけどね、そのためには行動して経験して失敗して味わって脳の中に確信の回路を作っていくわけですよね。いや、今日はねあの、上楽宗行さんと対談でした。本当にありがとうございます。もういい話が聞けました。最高でした。はい いや、またぜひ、あの、お願いします。コラボしたいです。本当にありがとうございまた。またね、うん、プライベートでもいろいろどんどん遊んでいきましょう。そうですね。えっと、いや、もう本当に楽しかったです。そうそう年齢も近いし、<laughs> 本当に楽しかったです。それでは、我々の本当の人生はすでに始まっています。これこそがまさしく、これが私たちの本当の人生なんです。私たちの本当の人生にいってらっしゃいいってらっしゃい